今日は地域猫活動をやりたくて参加させていただきました。ということはご近所に猫が、はい、野良猫が多い地区なので、はい、餌やってる人とか困ってる人がたくさんいるので、はい、今日じゃあお話を聞かれてみて、はい、どうですか、できそうな感じしました。私はやりたいんですけど、協力者の方が必要なので、ぜひ、はい、集めたいと思います。猫ワン。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市内で行われた地域猫セミナーについて講師の高岸千春さんに詳しく聞くよ。野良猫を減らすためにしっかりチェック、そして番外編、イタリアのベネチアの犬の散歩についていっちゃいます。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。猫による被害や苦情が後を絶ちません。糞尿被害とかゴミ漁り、繁殖の時の鳴き声、それと強い繁殖力、こういうもので行政の方にも苦情が届いております。で、一方迷惑と感じる人がいますが、動物愛護の面から考えてお腹を空かせてかわいそうとか、もともとは捨てた人間が悪いのにとか、不妊去勢をして増やすのをやめたい、かわいそうな猫を減らしたいという思われる方がいっぱいいらっしゃいます。そういう立場や考え方の違いがあるんですが、願いは同じです。この猫をどうにかしたいということで、みんなで猫のトラブルを解決していきましょうというふうに進んでおります。講師の高岸千春さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は中予での地域猫活動の講座ということで、はい、どういったことを皆さんにお話しされるんですか？はい、まずは地域猫というのは猫による苦情の多さから生まれた活動であるということで、猫のための猫好きのための活動ではないということを皆さんに知っていただきたいと思います。猫ちゃんをみんなで可愛がりましょうっていうのではないんですね。そうです。もう苦情で困ってる方たちのために行う活動です。じゃあその地域猫活動っていうのはどういったものなんでしょうか？はい、地域に住む住民の方と飼い主のいない猫が共に生きる共生ということで、手術、不妊去勢手術を行ったり飼い主探しを行ったりして、そこに住む飼い主のいない猫を将来的にゼロにしていこうという活動です。みんなで管理して見守ってということでしょうか？はい、じゃあその管理っていうのはどういうふうなことを地域の皆さんしていくんですか？まずは猫の不妊去勢手術をして今いる 猫をそれ以上増やさないということですね。はい、でそれとトイレの場所とかを決めたり、餌をあげる時間を決めたり場所を決めたりして置き餌をしない、必ず餌の始末はして帰るというようなことですね。で
地域の環境をきれいに保つということで。そうです、うん、あの地域猫活動は環境美化の活動です。なるほど。ということはトイレの被害も迷惑も少なくなるし、カラスが大きい餌に集まってきてわーっていうのも少なくなっていく、なくなるってことですね。そうですね、あの不衛生じゃないですから、あの地域がきれくなるし、あの糞尿被害もなくなるということです。あの糞尿の管理っていうのはどうするんですか？トイレを設置するんですけど、まあ、そのトイレに慣れさせるまでの訓練というのもやはりちょっとそれは時間かかるか分かりませんけど、地域の皆さんがあの当番制とか担当を決めたりとかして進めていくといいと思います。トイレっていうと、あの水洗トイレとか、こうなんか小屋を作らなきゃいけないのかな、便器を置かなきゃいけないのかなって思ってらっしゃる場合もあると思うんです。はいはい、うん、あの普通のトレー、100円ショップで売っているようなトレーで構いませんので、そこにあの普通の土、うん、を入れたものにマタタビを混ぜたりしたりするとあのいいと思います。あの食事のねフードの横にトイレを設置しておくと、ご飯を食べた猫がそこでトイレをするっていう風な。あのお花を植えるコンテナみたいなものでもいいんですよね。いいです。ある程度10センチか高さがね、10センチか15センチぐらいのものに砂を敷き詰めてっていうものですね。あの猫砂、固まる砂とかありますけど、そういうものじゃなくても普通の砂でいいです。固まっちゃうとそこでまたあの大変ですからね。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン。でも地域にはね、猫好きの方もいらっしゃるし、猫が嫌いでっていう方もいらっしゃると思うんですよ。猫好きな方はそういったことに協力してくれると思うんですが、嫌いな方はどうしたらいいですか？嫌いな方にそれをしてもらうのは酷なことですから、もうそれの担当は猫好きの方がやって、で猫嫌いな方は資金集めとか他の協力ができるかと思います。チラシ配ったりとか、そういった活動を見守ってくださるっていうのもありがたいことですよね。はい、はいはい、で、あの松山市内にももう実践されている地区がちらほらあるということですが、効果はどうですか？もう効果抜群で。抜群。はい、あの猫の苦情が全くなくなったっていう地区もありますし、あの猫がめっきり減ったよねっていう地区もあります。これやらない手はないですね。はい、あの地域猫活動だけはあの考えがまとまらないからあの始めるのやめようじゃなくって、一日でも早くあの進めた方が一日でも早く環境が良くなります。わかりました。さて、じゃあどういった方々に今日はお話を聞いてもらいたいなと思いますか？まずはあの飼い主のいない猫によるあの被害を受けてらっしゃる方、はい、それとかあのそういう被害や苦情を訴えられてどうしようかと悩んでる町内の、役員さんとか、そういう方に来ていただけると嬉しいなと思います。はい、まず愛媛県動物愛護センターの山本真嗣所長から今の愛媛県の猫の殺処分の多さについて説明がありました。
少しでも不幸な猫が減るためには子猫を産ませないことが大切だとお話がありました。続いて愛媛県の山下龍義氏から、これまでの排除するというやり方ではなく地域猫活動で根本的に解決することが大切、行政と地域住民そして愛護団体が協力して行うのが成功の秘訣だと説明されました。例えば餌やりを禁止しますと、生きていくために猫は何でもします、ゴミ漁りもしますし、そうすると新たなトラブルが発生します。または、猫を違う場所に持っていく、これは捨てると同じことですから動物愛護法違反になりまして罰金100万以下懲役1年以下というものになっております。でまたは野良猫すべてを保護して里親を探しましょうとしますと保護者に大きな負担がかかります。金銭的時間的労働力も大きなものです。そしてすべてを、保護しきれなくなって多頭飼い崩壊ということも全国ではいっぱい起きている事件です。でそこで、猫はその場所にいるものというふうに考えを変えまして発想の転換ですね。猫をなくすのではなくトラブルをなくそう、そう考えていったのが地域猫活動です。猫による被害者や苦情をなくすためには不妊去勢手術を行い猫を増やさない。でこの不妊去勢手術の実施をずっとしていって野良猫がいなくなり猫のトラブルがなくなったのが東京都の国立市というところです。そして野良猫がいなくなったので気づくと殺処分がゼロになっていたという地域ですね。でここの国立市は6年間殺処分がゼロが続いております。で引き取り猫のほとんどは猫ですので不妊去勢手術を続けていけば当然殺処分もゼロになってきます。で国立市の方の活動を見学に行ってきました。セミナーを聞いてあとは国立市を一緒に回ってもらったんですけれど、これは縦看板が各所にあるんですけれども餌やり禁止ではないんです。置き餌禁止となっています。餌はあげても構わないんです。ただ必ず餌をあげたら片付けて帰ってください。これは不衛生になるということと、餌やり時間をきちんと決めておくと保護もしやすくなり不妊去勢もしやすくなります。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ここからはちょっと一息猫ワン番外編、イタリアのベネチアをぶらりお散歩。あ、ワンちゃん発見。ついてってみるよ。
Can I have his name or her name? Se llama Alex. Ah, Alex. Alex. He's a boy. Sí. Wow. Can I take his picture? Mm-hmm. Thank you. Wow, so cute. Wow. Alex. Alex. Buongiorno. Buongiorno. So seduto, cute. Alex. Seduto, Alex. Seduto. Seduto. Ah, sit down. Oh, すごい. You're training. Wow. すごい. Wow, cool. How old is he? 12 years old. 20? 12. 12. Ah, I see. Ah. Alex. So smart. Yeah. So cute. Can I have your name? My name is Franco. Franco. Nice to meet you. Me too. Thank you. Have a good day. Thank Gracias. You. や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？
建築家にだってなれるかも。夢を広げるフェローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。松山市の一宮団地っていうところがあるんですけど、そこの会長さんがぜひうち の団地でもやってみたいということで、松山市 の担当の方と、愛媛犬猫の会で町内の方に地域猫活動っていうのはこういうものですって説明に伺いました。まずは町内を回って、でどの辺りに何匹いるかっていうことを町内の役員さんが回って調べていただいた結果、ここには60匹の飼い主のいない猫がいるっていうことが分かりました。で次に決めたのが餌場です。これはもともと餌をあげていた町内の人に頼んで、ここを餌場にさせてくださいっていうことにしまして、時間を決めて餌をあげてもらいました。で下の白い方が猫の捕獲器なんです。で上の黒いのがしばらく手術後保護をしたりするもので、貸し出しを両方ともしております。猫を手術したいんだけど、シャーシャー夫婦行って手がつけられないから保護できないっていう方がいらっしゃいましたら、犬猫の会ではいつでも貸し出し無料でしておりますので、お電話いただければと思います。猫に触ったことがないっていう方もがほとんどなんです。だから、手術前に予約が必要とかっていうことも全く皆さん知らずに、で手術の前には餌をあげたらいけないっていうこともご存じないので、そのような説明を愛媛猫の会が行ったり、松山市から勉強会を行ったりして、あと愛媛獣医師会では無料の手術提供っていうことでご協力をいただきました。でちゃんと町内の人にこの結果を知ってもらわないといけないということで、一宮団地にある、集会所の方にこのようなものを置いて、町内の人に知っていただくようにいたしました。2014年12月から、2015年12月までの間に猫の、不妊去勢手術40匹ですね。で新しい飼い主が決まったのが11匹です。で2016年1月から2019年の7月まで、手術は2匹でした。それで今年7月現在、野良の野良猫の数が20匹まで減ります。すでにもう2015年には全く猫の苦情が来なくなったということです。でその前20年間会長さん、町内会長さん続けてたんですけど、20年間ずっと猫の苦情が絶えなくって、困った困ったって頭抱えてたんですけど、それが不妊去勢手術をすることによっても一切来なくなって、なんでもっと早く地域猫活動しなかったんだろうかって自分で後悔したっていう感想でした。だから一日でも早く地域猫活動にを始めた方が、町内の苦情とかがなくなるよってみんなに教えてあげたいって言われてました。海辺の猫がいて、そこの猫がちょっと増えすぎて引かれたりとかするので、ちょっとそれで話を聞いてみて、いろいろなんか協力的な人たちと何かできたらなと思って、はい、ちょっと来てみました。来てみてどうですか？はい、いや、いろいろその地域猫活動をしている方の話を聞くのは初めてだったので、ちょっといろいろ参考になったので、これからその人たちといろいろ協力して進んでいきたいなって思うんですけど、はい、今日印象に残った話ってありましたか？はい、
まあ、その収容されてる猫が、まあ、子猫がそうたくさんいるっていうのはそんなに子猫ばっかりだと思ってなかったので、まあ、そのことと、あと国立市っていうところが殺処分ゼロっていうのは知らなかったので、それもやっぱ参考にしたいなって思いました。はい、すいません。どうもありがとう、ありがとうございます。すいません。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。